長600メートル、モンスター級の塔でサバイバルを描いたフォールです。直径1メートルでのサバイバルなので、制限された空間をどう活用し、どんな演出で展開していくのかが鑑賞ポイントですね。驚くべきことに、スタジオでの CG 撮影だと思ったら、オープニングシーン以外は、すべて実際の塔の上で撮ったシーンだそうです。わしが飛び回って、実際危険な瞬間もあったと言いますが、俳優たちはぜひやってみたいとスタント代役なしで直接アクションシーンを消化しました。つまり彼らの演技は本物の演技ってこと。すごい。面白い映画の小ネタはマッシュムービーから。